ょっと解体しましょうか、これ。抽出器が、あとアルミがあればいけんな。あ、地雷は液体の水になりましたね、ついに。よしよし。あったあったあった、アルミ。よしよし。よし、これでとりあえず、抽出器で調べましょう。置いたら早いね。あ、ここアルミが取れるんだ。アルミが取れる場所か、ここ。とりあえず、ここのところはアルミが取れる。ちょっと他探したいな。じゃあ、とりあえず、通常は、超合金が取れるところ。あそこ行ってみて、何が取れるのかちょっと確認してみようか。ここ、イリジウムが生成されてましたっけ、確か。イリジウムありますね。イリジウムが取れるのかな、ここ。ちょっと一番奥まで行ってみましょうか。OKOK。ここまで来ましたね、扉のところまで。ここで、置いてみましょう。これ何だろう。あ、ここ、鉄ですね。そっか。鉄が取れるとこか、ここ。次は、そしたら、通常イリジウムが取れる場所ですね。で、今回のランダム化されたやつでは、オスミウムがある洞窟ですね。そこに行ってみようかな。いや、掘り当てんの、これ懐かしいな。昔めちゃめちゃ苦労して、超合金掘り当てましたよね。懐かしいな。あれは感動した。めちゃめちゃ苦労しましたからね、あれ。さあ、ここがオスミウムが置いてあるとこですよね。どこだったっけ？あ、ここだ。ここにオスミウムありますよね。あ、ここオスミウムが取れるんじゃない？ちょっと一旦ちょっと空気吸いましょうか。じゃあ、ここにちょっと置いてみましょうか。よいしょと。何が取れる？鉄ですね。嘘。ちょっと待って。どうしよう。全然なんか、ほんとランダム化されてますね、これ完全に。あ、バックパック、ティア5来たな。ありがたいけど、一旦ここで確かめてみる。ここはさすがに普通の鉄だったりするだろうね。ここ鉄ですね、やっぱり。ここは鉄、やっぱり。さあ、通常アルミニウムが取れる場所に来ましたね。ここにはオスミウムが、あるんですよね。だからここはオスミウムかな。もうちょっと先行ってからにしようか。ここでそしたら確かめてみようか。なんだろう。ドン。あ、ここオスミウムですね。はいはいはい。ここ確定だ。オスミウムになった、ここは。オッケーオッケー。よいしょと。じゃあこのまままっすぐ行ったところを確かめてみましょうか。まだ行ってないんですよね。こっち方面。あの、まっすぐ行ったら洞窟があって、その洞窟には通常だとオスミウムが取れるところですね。まだ行ってないんで、ちょっと気になりますよね。あ、でも入れたかな？どうだろう。ちょっと宝箱を見ていきますか。あ、ウランロッドがあった。え、嘘？マジか。ちょっと今取れないんですよね。まあ、後で来ましょうか。はいはいはい。ウランロッド初めて見たわ。そっか。一応、ロットっていうのはあるんだな。ありましたね、ロット。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっとここ確かめてみましょうか、この洞窟。あー、なにこれ。鉄か。鉄があるわ。あ、鉄だ、ここ。まさかの、鉄が取れる場所だ、ここ。じゃあ、確かめてみましょう。置けない？あ、置ける、置ける、置ける。よし。お、鉄ですね。そっか、鉄普通に取れる場所ありますね、これ。あるわ。まさかのあった。いや、結構ランダム化されてますね。意外に。鉄全く取れないと思ったんだけど、そういうわけでもなかった。ちょっと今水飲んで、枠が空いたんで、ウランロッド持って帰ろう。よしよし、まさかのウランロッドだった、ここ。マイクロチップだと思ったんだけど。じゃあ次は、超合金が通常、掘れるっていうか、置いてある場所ですね。あそこ向かいましょうか。もしかして、忘れてるんですけど、抽出器、ティア1では、なんか取れないものがあったっけ？やったような、なかったような、どっちだろう。それすら忘れちゃってるわ。あ、登れる、登れる。OK。ここが通常、超合金が、置いてある場所ですね。
で、ここをちょっとまっすぐ行ったところに、さあ、ここですね。ここは、鉄かな？よしと。ここなんだ。ここ鉄ですね。鉄か。鉱石機、抽出機、ティア2じゃないと取れなかったっけ？ウランって。超合金と。どうだったっけかな？さあ、ここを調べてみましょうか。警告ですね。置いてみよう。はい。ここは？ここも鉄か。あと結構雨降ってくる頻度が高くなりましたね。さあ、次はアーチのとこ行きましょうか。このまままっすぐで。もう見えてますね。さあ、アーチのところは、さすがにここはあれか。鉄かな？よいしょと。ここ鉄ですね。そっか。じゃあ、通常ウランが取れる場所ですね。洞窟。ここら辺だったと思うけど、ちょっと暗くてわかんないな。あ、ここだ。ここですね。ここ通常、ウランが取れる場所ですよね。宝箱あった。まあ、ウランがあるわ。でも、周りはちょっとウランないですね。ここなんだろう。はい。ここは？鉄か！ここ鉄ですね。まさかの。あ、これ何？あ、超合金が浮いてる。何それ？これ掘り当てんのちょっと苦労しそうだぞ、ほんと。掘り当てれる自信が全くないんですけど。ここなんていう場所かちょっと忘れちゃったけど、通常硫黄が取れる場所ですね、ここ。わかりやすい場所行こう。あ、ここ、ここ。ここ硫黄がね、取れる場所があるんですよ、どっかに。その場所。ここは？ここも鉄かな？あ、ここマグネシウムだ。マグネシウムって単体で取れる場所あるんだ。知らなかった。ちょっと下とか覗くのをまた今度にしようか。流星原だったっけ？なんかそういう場所だったと思うけど。あ、来ましたね、ここだ。ここは、あ、ウランがある。ここウラン取れるんじゃない？ほら。ウランあるわ。あったあったあった。まさか。見つけれてなかったかな、お前。来た時。置きましょう。ウランじゃない？あ、鉄だった。ウランじゃなかった。パルサーコースも取れますよね。じゃあ、キノコのところ行ってみましょうか、次。いや、オスミウムとかそこら辺に落ちてんだけどなぁ。ほんと取れないかな？なんか、ちょっとした場所で変わんのかな、これ。そういうわけじゃない？鉄ですね。ま、あと黒曜石もありますね、ここ。そっか。じゃあ、キノコの場所、キノコのとこ、潜ってみましょう。ここはさすがに鉄かな？どこら辺にしようかな。ま、ここら辺にでも置きましょうか。はい。ここは？鉄ですね。そっか。やばい。超合金とウラン掘れる場所あんのか、これ。てか、ティアワンで掘れたっけっていうね。滝入りはこれ鉄かな、さすがにね。周りだって、珍しいもん何もないもんな。ちょっと洞窟の中で掘りましょうか。よし、じゃあ洞窟の中でこれちょっと確かめてみよう。よいしょと。あ、ここゼオライトだ。そっか、滝エリアがゼオライトなんですね。そっか、ここがゼオライトか。ゼオライト分かったのは収穫でかいか。さあ、洞窟から出てきたところ。ここはどうだろう。ここもさすがにゼオライトだよね。うん、ゼオライトですね。オッケーオッケー。よしよし、ちょっとずつ分かってきた。じゃあ次は大きな隕石がある場所行ってみようかな。あそこはイリジウムっぽいですよね。とりあえず下潜ってみましょう。ここは、イリジウムでしょ。さすがにね。まあ、水没しそうだけど、水没するとこにちょっと置いてみようか。ああ、鉄ですね。鉄か。もうちょっと上に上がったところに置けるかな。ああ、これなくならないと置けないですもんね。岩があるから。まあ、上上がりましょうか。あ、何これ？氷があるよ。あ、ここ下行けるんですよね、そういや。今、氷で行けなくなってるね。初めて見た、ここ。じゃあ次は、ゼオライトが取れる洞窟？行ってみましょうか。
さあ、中入りましょう。あ、オスミームが落ちてるところだ。ここなら、ここはそうしたらオスミーム？はい。あ、鉄ですね。鉄なんだ。そっか。困るな。いや、このまま登って、前回来た場所ですね、ここ。向こうに行ったらちょっと遺棄された宇宙船があるところ。ここは、なんだろう。ああ、ここも鉄だ。そっか。砂の滝行ってみましょうか。砂の滝エリアは何でしょう。よしと。鉄ですね。鉄か。そっか。じゃあ、このまっすぐ行って、普通だと硫黄が取れる場所ですね。これ、そのまま硫黄が取れそうな雰囲気ですよね。ここ確かめてみようか。はい。あ、ここゼオライトなの？こんな近いとこゼオライトか。これは覚えときたいな。はいはいはい、ゼオライト。なるほど。あ、ゼオライト落ちてるわ。そうか。これゼオライトか。ここ分かりやすいですよね。あそこも洞窟入れないな。ちょっと水とかもなくなってきたんで、一旦拠点戻りましょうか。オッケーオッケー。帰ってきましたね。一旦そうしたら、マイクロチップ解読しましょう。マイニング速度が。で、バックパックそりゃ作れるようになったよな。バックパックティア5だと超合金がいるのか。あえてロケットエンジンを解体するってもありだけどな。超合金手に入りましたよね。これに超合金使うんだよな。もう本当ならこの段階だと超合金絶対取れてないとおかしいよね。まあ、作れっちゃ作れるけどね。じゃあ次は火山地帯行きましょうか。火山地帯ならさすがに何かありそうな気もするけど。さあ来ましたね、火山地帯。ここはさすがに取れるやつあるでしょう。ここ鉄だったらちょっとショックだよね。まあ、硫黄がある場所なんで、硫黄かな？てか、ティア1で硫黄取れたっけ？それすらも忘れちゃったけど。まあいいや、ここにしようか。じゃあ、ここで、確かめてみよう。なんだろうな。鉄か！嘘！せめて硫黄取れてほしいな。ここに硫黄がいっぱい落ちてるんで、ここなら、硫黄が取れたりとか？しない？鉄ですね。ダメか。そうか。ここは普通に鉄かな。まあ、注意すぎティア2になるとまた変わってくるかもしんないけどね。掘れる場所が分かるマップがないとちょっと厳しそうですね。一旦戻ってどうするか、ちょっと次は何を目的に行こうかちょっと考えようか。GPS ロケットティア2とかっていうのはあれか。マイクロチップなのかな？抽出器手に入れるんだったら、ね、気圧を上げないといけない。で、その気圧を上げようと思ったらこのドリルが必要。でもそれには電力が必要っていうね。で、電力を手に入れる。ウランが手に入んないから、この原子炉ね、苦労するんですよね、そこがね。そこがちょっとしんどい。で、バックパックティア5しちゃおう、もう。よしと。バックパック。あ、ティア4自体にしてなかったのか、僕。さっきティア4か。行ってない宇宙船に行って、マイクロチップ、手に入れましょうか。あ、水溜まりできてますね、ついに。水没してきましたね、ここら辺。まだここを見てなかったんですよね。確か。通常だと、真っ先来る場所ですよね。宇宙船。よし、じゃあ、マイクロチップメインでちょっと探しに行きましょう。ここは、ありますね。マイクロチップ。オッケーオッケー。これ解体いいか。ないかな。超合金。ありますね。マイクロチップ。あとは、こんなもんかな。マイクロチップ二つ手に入れましたね。オッケーオッケー。よしと。で、ここで、スクリーンマッピング、スクリーン設計図置いてと、アンロックしましょう。ジェットパックティア2来ましたね。瞬速ブーツかティア3。しかしあれですね。だいぶ育ってきましたね。
やっと代わり映えするようになってきた。とりあえずマイクロチップメインで探索をして行った方がいいですよね。あ、マイクロチップこんなところにもあった。オッケーオッケー。こんなところにマイクロチップありましたね。マイクロチップもランダム化されてんのかな、そこら辺取れるってことは。じゃあこれもちょっと開けましょうか。はい。あ、GPS 衛星ティア2来ましたね。一旦打ち上げようか、先。よし、打ち上げロケットちょっと作りましょうか。で、GPS ティア2は、GPS 衛星ティア2は何が必要？あ、打ち上げれますかね？コンパスさえ作ればいいんだ。1個目のコンパスと、もう1個コンパスと。で、あとロケットと、持って、さ、GPS 衛星ティア2打ち上げましょう。GPS 衛星ティア2ですね。よし、行け。打ち上げてと。取れる場所は見つかってないかな？あ、これじゃなかったっけ？ GPS 衛星ティア3だったっけな？掘れる場所わかんの。まあいいや、バックパックティア5に変えましょうか。バックパックティア5。オッケーオッケー。めっちゃ増える。これだいぶ楽になんな。で、ジェットパックが作れるようになってるんですけど、硫黄が今ないんですよね。まあ、硫黄も取った時にこれは作りましょうか。そんなに変わらないからね。言うほど。20しか変わんないから。能力かね。あ、いいや。